ベンジャミンは、クワカイチジク属の非体感性の常緑樹。標準和名は、シダレガジュマルで、学名から、フィカスベンジャミナ、別名で、ベンジャミンゴム、ベンジャミンゴムの木、シロガジュマルとも呼ばれる。観葉植物としてもよく知られ、多くの園芸品種がある。原産地はインドから東南アジアにかけての地域で、インドゴムの木やイチ軸と同じイチ軸属の植物である。 街路樹などに用いられる。体陰性が強いが、日当たりを好み強権に生育する。樹皮は白くて凹凸が少ないが、大きく成長すると気根を出す。葉は小さく、洋芯は長さ10センチメートルになる、卵状大円型をしており、緑色の皮質で光沢があるが、不入りの栽培品種もある。観葉植物として栽培され、多くの品種がある。小さいものは、 鉢植えの観葉植物として育てられるが、成長すると高木になり、また幅が相当なものになる。スリランカのペラデニア公園等には大きく成長したベンジャミンがある。洋木は枝が垂れ下がって、見た目が優しい感じがすることから、観葉植物として人気がある。若い枝は柔らかいので、寄せ植えにして、三つ編みに仕立てることもできる。 夏季の代表するいくつかの園芸品種が知られている。日当たりの良い場所を好む性質で、冬場以外では屋外でも管理できる。歯にいきなり直射日光を当てると早けを起こすことがあり、特に冬リバの園芸品種は時期により直射日光下よりも軽く遮光された室内の明るい場所で管理された方が良いとされる。幸い適温は20摂氏25度程度であるが、 冬場でも摂氏10度以上を保った方が良いとされる。水やりは春から秋にかけて氷土が乾いたらたくさん行い、冬場は水切れしない程度にやや乾燥気味に管理される。生育する環境の変化には敏感で、溶度が湿った状態で低温にあったり、大気中の湿度が低くなってしまうと葉が全て落ちてしまう習性がある。ただし枝が生きていれば春には放がする。 落葉防止のためにも、なるべく暖かい場所に置いて、水を適度に与え、冬場でも摂氏20度ほどの水で、葉を切り吹きで湿らすのが良いとされる。施肥・植え替えは、初夏から初秋にかけて行われ、用途は排水性が良ければ特には、選ぶことはない。肥料は、観光性のものを2ヶ月置き程度に与える。枝ぶりが大きくなりすぎた時は、夏の間に枝を切り戻しして手入れされる。 繁殖は他の一軸族と同様に挿し木、取り木で増やすことができる。ベンジャミンでは枝が細いので挿し木の方が向いており、長さ10センチメートルほどの挿し方を使う。発根は良いで、高温期の初夏の時期に行えば管理がしやすい。ペラデニア公園にある成長したベンジャミン、ありがとうございます。